はいどうも、ウータローです。本日は家飲みベロベロで、今日これを飲んでみようかなと思います。愛媛県松山の地ビールです。松山の地ビール、道後温泉、道後ビールですね。道後ビール。10度以下で保存ということになっていたので、今日持ち帰るのにどうしてもクーラーボックス、大きいの持っていてなかったので、2本しか買えませんので、今回はこのケルシュだけ買って帰りました。で、おつまみの方ですが、何がいいのかなと思ったら、特になかったので、これを見つけたので、これがいいにあるので、これを食べようと思います。ベビースターラーメン、辛さ、中、おやつ、激辛仕立てメンマです。これを食べながら、道後ビールをちょっと飲んでみようと思います。道後ビール、開けたいと思います。道後ビール、ケルシュタイプです。で、とりあえずこれをまず一口いただきたいと思います。乾杯。美味しいです。麦の香りがすごくいい感じ。美味しい。激辛仕立ておやつメンバー、辛さ中。開けてみたいと思います。ほんまにこれ、ベビースターは入ってます。ベビースターラーメンにはなってますが、ベビースターラーメンは入ってます。メンマが入ってるだけです。辛さもそんなにないんじゃないかなというような、匂いも全然。ちょっと酸っぱい感じの酸味のあるような感じの、なんかスルメっぽいですね。見た目はスルメっぽい感じです。メンマのやつ。いただきます。あ、メンマ。で、そんな辛さもないです。だんだん後に辛さはきます。けど食べれる辛さです。全然。辛くてたまらないことはありません。全然美味しいです。いただきます。これビールに合いますよ。噛めば噛むほど辛さ際立つ。辛さはちょうどいいです。美味しいです。一口残ってました。最後いただきます。チャレンジタイム。やっぱりメンマでやっておきます。メンマ。これでも挑戦します。道後ビールの王冠。ごちそうさまでした。